今週もお疲れ様でした。キャラでーす。今回から、ここら辺に、こっちの方は大きいお家を建てていきたいと思うので、まずは整地からやっていきたいと思います。では早速行ってみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。まずはここら辺を全部土に変えていこうかなと思います。ここら辺もまだちょっとね土じゃないんですよね。将来的にこの先のこっちの方ですね、こっちの方にお城が作れたらいいなって思うんですよね。なのでこっちの方には大きいお家を建てていきたいんですよね。いやだ、ここら辺怖い。うわぁ。埋めたところが。どうしよう、ここら辺ちょっと、もうちょっと、もう一段ぐらい欲しいですよね。怖ぁ。ねえ、爆破されたら落ちちゃいますよね。やだ、絶対足落ちる気がする。絶対やる気がする。ちょっと埋めときましょう。あそこの山もそのうちね、どうにかちょっと変えていかないといけないんですよね。整地が待ってるんですよね。道がすごい必要です。お汁もね、できたら建てたいんですよね。あー怖ー。危なかった。落ちるとこだった。お城はクォーツブロックで作りたいなと思うんですよね。なので石草にいっぱいもらっておかなきゃいけなくて、ね、クォーツのお城綺麗ですよね。絶対すごい楽しみではあるけれど、お城が作れるかどうかが問題。そこが一番の問題かな。異世界風のね、町を作ってるので、お城は欲しいかなとは思ってはいたんですけど、なかなか町が発展しなくって、やりたいことがいっぱいありすぎてね、なかなか進まないですよね。そう、あとこれの、下にこのレッドストーンブロックをしてたんですけど、もうレッドストーンが足りなくなっちゃって、そしたらなんか普通にレッドストーントーチでよかったって失敗しちゃって、それ足りないですよね、これだけいっぱい使ったらね。レッドストーンがほんとそこついちゃって、そこついちゃって困ってるんですよね。どうしようって、足りなくなったらちょっと回収しなきゃダメかもしれない。まずはこう土に変えて、それから道路ですね、道を作って、大体の場所を決めたいなと思うんですね。こっちの方はちょっと貴族街っぽくしたいなと思っていて、なのでちょっと一応道を広めに作ろうかなと思ってます。道もお家も広く、大きく広く作ろうかなと思ってます。だいぶ進みましたね。まだまだですけど。
貴族のお家はどんなお家にするか迷っちゃう。わー怖い、危なかったやだ、すごいこんな穴もありましたね。あ、びっくりしたまだあるまだある、落ちるのはやだ怖結構意外となんか空洞だらけだったんですよね、ここら辺の地下。町の外側の壁をどこら辺にするのかがちょっと分かんなくなってるので、そこら辺も確認してからですね。わあびっくりした、耳元で来たゾンビの声がすごい近くにいますやだやだやだ、ここら辺は終わったので、ちょっと町の壁になる部分をちょっと見ていきたいと思います。行ってきます。16、17、18、19、22、あれ待って、あれサイズ間違えてない、ね、今調べたところ、この左側の部分だけなぜか長くなってたので、ここまでですね。本当は壁がここに来るんですけど、間違えてこの外にこの市場を作ってしまったので、ちょっと次回はこれを直していきたいと思いますしょんぼりしょんぼりです、ね、まさかこれこんなになってると思わなかったので、すごいびっくりだったんですけれど、次回はここを直して、あとはエンドストーンがもうなくなってしまったので、ちょっと取りに行かなきゃいけないかなと思います。頑張ります。では今日の動画はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い週末を。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。